C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はボランティア完結編ということで動画を撮らせていただいております。今日は11月8日なんですけれども、冒頭にありました通り、私はですねボランティア大好きとか、そういうことではないんですよ実は。これはね、皆様と同じだと思います。困ってる人がいたら助けたいし、ボランティアやった方がいいよねとか、ボランティアやる人素晴らしいよねとかっていう気持ちはあっても、実際にこう動かない人だと思うんですよね。僕も実際そうでした。今回いろんな、近くでそういう災害が起こったりとか、それからこういうの YouTube で伝えられたらどうかなとかっていう割とね下心的なのもあって、行ってみようと1回行ったんですけども、その1回目の動画、2回目の動画っていうのは概要欄の方に URL で貼っておくので、ぜひ見ていただきたいんですが、終了画面の方にも貼っておきますので、ぜひ最後まで見ていただくとその画面が出てきます。でなぜ1回で終わらなかったかっていうとですね、そこが僕の、ちょっとこう善人が入ってるところなんですけれども、1回目行った時にね、ちょっと友達が被災しているっていうことに気がついたんですよね。友達に呼び止められて、その友達の会社が被災をしていて非常に大変な思いをしているっていうのがまず1個。それから非常に困ってる人がですね本当に多いなっていうところもあって、2回目にことになって、でつい先日ですね、10月の29日に行ったのが最後なんですけども、本当はこの時にですね動画を撮ってで終わりにしようかなと思ったんですが、いけるかもしれないと思って、ただそこからですね、今日11月8日から、もう多分2週間以上休みという休みが取れないので、僕の中では今回で終わりにしようかなと思うことで、動画を撮らせていただいたんですけれど、ボランティアをやってみてですね、やはりこう思うところがいくつかありますので、そこをまず皆さんにお伝えして、完結編としたいなと思います。で冒頭にあったように、僕はボランティア大好きっていう感じで、ボランティアが趣味なわけではないんですけども、まずこう一歩踏み入れる、勇気というか、そういうのを持つことがすごく大事だなって思ったんですが、実はですね、帰国子女の方と一緒にボランティアをする機会がありまして、その方が言ってました。日本人ってボランティア意識低いよねっていうことなんですよね。で、って思ったんだけど、確かにボランティアの人結構来てるし、そんなボランティア意識みんなあるよって思ったんですけど、言われてみれば、皆さんもそうだと思うんですけど、じゃあボランティア行ったことある人がどのくらいいますかっていうことなんですよね。ボランティア来てる人、ほぼリピーターです。ボランティアに行って、心が洗われたり、困ってる人を助けることができたなっていう、その心のいい感じっていうのを知ってる人たちがですねリピートしていってるっていうのが現状であり、ボランティアに参加する一歩目っていうのをこう踏み出していくかっていうのがね、すごくその問題だと思うんですよね。で日本の場合にはちょっと言い方は良くないけども、義務的にボランティアに行くことがないんですよ実は。社会奉仕の授業っていうのがないから。ただアメリカとかだと社会奉仕の授業とかあるみたいで、嫌でも行ってると。僕思ったのは、その1度目に行った時にですね、2度目に行った時に、その施設の方がですね涙をこう浮かべて、皆様のおかげでこれだけ作業が進んで本当に感謝してますって、ぜひもう一回お願いしますみたいなことをですね言っていて、僕ちょっとこう拍手が起こったりとかしてですね、本当に涙ぐんだことがあって、やっぱ経験っていうのはですね、一度行かないとできないわけですけど、その一歩目のハードルが高いと、そういう経験をする人ももちろん少ないわけだから、いろいろ意見はあるだろうけど、義務的にでも授業でもそういうところにね行く機会を、教育の現場として作るべきじゃないかなって思ったんですよね。例えばですけど、大体中学生以上のボランティアでないと募集はしてないっていうふうに書いてあったんですけど、高校とかでも地元の高校でね、もう一度どこに行って、僕らの時代だったら結構悪いやつとかもいるわけですよ。今でもいると思うんですけど、そういうやつもですね無理やり連れていくことによってね、最初はこううぜえな、めんどくせえなとか、
なんでこんなくっせーのやんなきゃいけないんだとかって思うかもしれないけど、まあ、最後に本当にありがとうっていう言葉を言ってもらった時に、その子の心が変わるような気がするんですね。薄くないんですよ、本当にありがとうございましたっていうその言葉がですね。だそういう言葉を言われた時に、あ、俺って役立ってんだなとかっていうふうに思った時に、やっぱ次にそういうことがあった時にね、パッとこういける、一度壁を越えてるからですね。そのボランティアに行きたい、行く行かないとかっていう壁を一回越えてボランティアに参加してれば、本当に困ってる人を助けに行く、こう、まあ、フットワークが軽くなるはずで、義務で一度やっぱり行く機会をですね、やっぱ作るような、まあそういうことができないだろうかってまず一個思いました。それからですね、人海戦術で、まあ、ボランティアって人の力でやるわけですけども、確かに室内とか、まあ、そういったところは人の力じゃないと多分まあ、高圧洗浄機とかっていうのはありますけど、まあ拭いたりとか、入ったり土をかき出したりとかっていうのは人の力になるんですよ。だから人の力はもちろん必要なんですが、屋外の土砂とかそういったものっていうのはですね、人の力ではどうにもならないものがたくさんあります。川の決壊で出た泥とかっていうのももちろんそうですけども、例えば僕が思ったのは、そういうこう、重機とかを持っている会社、まあ、要は土木建築とかそういった会社がね、例えばですけど近くで災害があった場合に、今こうやっているその仕事とかっていうのを、例えばこう何日か休んで、何日間かその災害の方に優先的に手を貸さなきゃいけない。で、そのために、まあ1日このくらいの、なんていうんですかね、こう、報酬を、まあ、支払いますっていうような法律があればですね、重機とかを借りれると思うんですよ。そうするとですね、重機集まりますよね。本当大変な、そういう、こう、屋外の土砂とかっていうのを取り除くのは非常に早いと思うんですよね。なぜこういうふうに思ったかっていうと、ボランティアってお金かかってないじゃないかって思うかもしれないけども、僕ら、こう、行く人間としては僕は別にお金ももらってないし、まあ、逆に言えば払ってるぐらいですよね。その、会社休んだりとかですよ。もし休んだりすれば、そのお弁当買ったりとか、それから、例えばスコップ買ったりとか、まあそういうことも含めてお金払っていくようなもんじゃないですか。川越市の場合、たまたまスコップとかあったんですけど、例えばですけど、スコップって1個3000円ぐらいするんですよ。10本買ったら3万円でしょ。100本買ったら30万じゃないですか。そしたら、そのお金で、そういう重機とかを、まあ、操作できる方、それから重機を借りるその、まあ、報酬ですね。そういうの出ると思うんですよね。その方が、よっぽど効率がいいことも、多いんじゃないかなと思うんですね。で、そういう、こう、法の整備というか、まあ、災害派遣のですね、その自衛隊のそういうのはあるんですけど、その一般企業とかに、まあ、例えばこう地元で災害が起こった場合には優先的にそこに、まあ、何日間か行かなきゃいけないとか、まあ、そういうような法の整備があると一気に復興っていうのは進むような気がするんですよね。長野の方の千曲川の氾濫でですね、家から出した土砂がその道路にこう積み上がっていって、まあ、それも結局その側溝とかを塞いでしまって、まあ、雨がもう全然はけないとかっていうようなことがニュースで載ってましたけど、そういうのもですね、やっぱ地元の企業とか、まあ、近くの企業とかですね、そういったところが重機とかを貸し出して、トラックとか貸し出してこう処分できるようなことがあればですね、一気に進むと思うんですね。でそのためのその費用であり対価であり、そういった方の整備があるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。それとボランティア休暇とかですね、僕調べたんですけど、東京オリンピックですね、東京都内の会社でスポーツイベントに関するボランティアに対する助成金みたいなのがあるんですけど、災害ボランティアですねがに参加をして、まあ、有給を使います。じゃあその有給の分の手当を会社に、差し上げますとか、それからその有給以外に災害ボランティアに参加するための休暇を差し上げなければいけないとか、まあ、そういう法の整備みたいなのも必要なんじゃないかなっていうふうに思ったんです。それやっぱないんですよ。海外はあるらしいんですけど、あ、ないんだって思ったんですよね。まあでもこれはですね、僕の力ではどうにもならないし、じゃあ僕今から政治家になってそういう法を絶対整備してやるとかっていうところできない
だと思うんですよ、僕一人ではですね。だからそういうことをですね前面に押し出してくる政党とかがあったら支持するだろうなと思うし、実際ですね国民の細かいここが困ってますとか、例えばここ水が溜まってしまってどうにもなんないんですか、なんないんですけどどうしましょうとかっていう声をですね一番拾ってくれる政党っていうのもあるんですよ。実はその、まあ、あるんですよね。ちょっと言えないんですけど、僕は別にその政党を支持してるとかいうことではないんですけど、でもやっぱり支持したくなりますよね。あそこの党がやっぱこういう地元の細かいことっていうのを一番やってくれるんだな、地域の人の声を聞いてくれるんだなって思うから、もし次の選挙だったらそのとこにそこの党の方に入れてあげたいなってやっぱり僕は思いました。実際そういう党があるっていうのを知っておいてもらいたいのと、今回水害のですね災害ボランティアに行ったわけですけど、水害を受けて床上浸水してしまった家っていうのは思っているよりも大変なことになってるっていうことも思いました。実際ですね、例えばこう浸水しました、はい、汚れます、泥水が来るからね汚れます、まあここは洗浄機とかで落とせるんですよ、汚れ自体は。で床も全部泥とかはけて、はい、きれいに乾かして終わりですっていうわけにはいかないんですよね。それもね、まあ、それで終わりじゃん、もうじゃんじゃん水流して泥流して終わりにしてればいいじゃんとかって思ってたんだけど、そんなことじゃないですよ。まずこういうねこう壁が浸水してしまった場合にはですね、もうこう壁紙はもう剥がれてきちゃいますよね。で壁紙の下っていうのは主に石膏ボードっていうのがあって、そこはもう水吸っちゃってブヨブヨになっちゃいますね。なので結局はどうするかっていうと壁剥がすしかないですよ。剥がすっていうのはこのペリペリって言って壁紙を剥がすわけじゃなくて、壁ごとこう全部撤去ですね。そう、中に断熱材が入ってますよね。断熱材もスポンジみたいなもんなんで水吸っちゃってこれも使えません。だからここだけ浸水してもこれ全部剥がさないとダメなわけですね、上まで。でまあ全部壁ぶち抜いて、家が作られる状態の時に、まあ、骨格だけの状態、あの状態まで全部こう剥がすしかないわけですよ。で次にですね、床なんですけども、まあ、いくつかですね、あの1個目の動画か2個目の動画に載ってるんですけど、床ですね浸水して乾いてきたりとかすると、多分あれ膨張だと思うんですけど、フローリングのですね板がこうバリッとこう持ち上がっちゃって剥がれちゃってるんですよね。で剥がれた中に、要するに板の上に板張ってるわけじゃないですか。でそのフローリングの板を剥がすと、もうその下もですねびっちりもうあの、ね、粘土みたいなのがもう入ってるんですね。だからもう床も剥がすしかないと思うんですよ。で床剥がします。床剥がして、そしたらこう土台ですよね、家ので、家の土台の中に土が堆積してるんですよ。これを嗅ぎ出さないといけないんですよ。だから結局床も全部剥がして、まあ、床の下にも断熱材が入ってるわけですね。もう全部ダメですね。だから結局浸水した家の1階、床上浸水した家の1階部分は全部骨格以外は作り直さなきゃいけないっていうことになると思うんですね。しかもですね、電気系統もダメになってるんですよ。電気1階水に浸ってるじゃないですか。で乾けば使えるのかもしれないけど、コンセントとかあそこの中にも全部もう土入っちゃっててどうにもならないし、電気つけたりするものにもそこまで水没してしまえばそこも全部泥が入っちゃいます。プラスそのショートしている可能性があるんで、多分ブレーカーを落とせばすぐブレーカーまた落ちてしまうと思うんですよ。だからそれも全部やらなきゃいけない。結局電気系統、その壁紙、床、断熱材全部作り直し、1階部分を完全リフォームした時のその費用っていうのはどのくらいかかるのか僕は分かんないですけど、相当かかると思うんですね。数百万っていう感じじゃないと思うんですよね。もう例えば1000万とかっていう金額がかかる可能性が非常に高いと思うんですね。でそれのどこまでをその、まあ、保険で賄えるのか、またしかもですね、水害は保証されないとか火災は保証されないとか、いろんなこう保険の家にかかってる保険の種類があるんで、それがもしその水害が適用外だとしたらどんだけこう心苦しいものなのかなとか、すごく簡単じゃないなっていうのと、それとボランティアに行った時にまずこう説明を受けるんですけども、絶対にその作業した手で
顔を触らないでくれとか、特に目はこすらないでくれとか、食事の時はとりあえずその手は石鹸でしっかり洗って、できればアルコール消毒してくれとかって言われるんですよ。感染症ですねっていうのもあって、まあ、僕の知り合いでは目腫れたりとかですね、それから熱出た方もいらっしゃるんですね。やっぱり水害の後は全部消毒をしてるんですよね。もし壁紙使えても消毒等もしなければダメなわけで、ありとあらゆるものが使えなくなるっていうことで、水害っていうのはそんな簡単じゃないなっていう、多分皆様もいやそれは水害当たり前じゃ楽なわけないよって思ってるかもしれないけど、予想以上です。でこういったものですね、知ることができたっていうのも自分の中の成長であるし、もしですねもっと身近なところで困ってる人がいたら、もう本当助けに行かないとまずいなっていう感じをすごくしました。まあ、それもこれも全て僕がですね、まあ、興味本位もあるけれども一歩目を踏み出たからこういう経験ができたわけで、その一歩目を超えるための、まあ、義務というかですね、まあ、義務で一歩目を超えさせてあげればいいし、まあ、人海戦術だけではダメなところの機会の、その機会はボランティアで来ませんからね、まあ、そういったものをこう出すための機械とかを派遣するための法律優先順位とかですね、それからそれに対する対価っていうところの、まあ、法の整備どうにかならないでしょうか。僕の力ではどうにもならないことがほとんどなので、まあ、身を一つそちらに持っていってお手伝いすることはできるし、お手伝いすることの喜びも知りました。ただそれだけじゃないものっていうのをやはりもっとね、上の政治家さんたちが考えて整備してもらえないでしょうかと思います。まあ、これを見てですね、実はこの動画を1回目2回目を見てくれてお客様で2名、それから友達で1名、それから Facebook でつながっていて、まあ、僕は知らなかったんですけど一度も会ったことはない方が1名ですね、直接連絡をくれて参加したいっていうふうに言ってくれた人がいるんですね。まあ、動画の視聴回数でいうと200回とか300回とかっていうところで、その中でですね、まあ、5名ぐらいの方の、まあ、行動にもしつながっているとしたらですよ、僕ぐらいのこう1,200〜1,300人ぐらいのチャンネル登録者数の方が言うよりもさらに1万人2万人ヒカキンレベルの人が言ってくれれば一番いいんですけど、1万人とかっていうチャンネル登録者数がある方がもしいい、そういうこと、こういうことをですねやってくれたら、1000人ちょっとで5人動いてくれるわけだから、1万人だったら50人動いてくれるわけでしょ。相当な社会貢献だと思うんですね。だからもし、まあ、見てないと思うけどこれを見てるそのくらいのチャンネル登録者数があるYouTuber の方いらっしゃいましたらですね、ぜひボランティアに参加をして、発信していただけたらですね、もっといいんじゃないかなと思います。それからもしですね政治家の方が見ていただいてたら、そういう法の整備とかってい う、 こう提案をねすることっていうのは大事だと思うんですよね。だってそのボランティア法案じゃないけどそういうのを作ってこれどうにかなんないですかって言った時に、難しい問題は山積みだと思うけど、そんなんダメだ、そんなんできるわけないだろうってみんな言いますか。上の方の人もしそういうことを言ってるんだったらその人間違ってますよね。日本のためになることを、困ってる人を助けようっていう法律を反対するやつの気が知れない。僕はこれから政治家になるわけじゃないので、もしこれを見てるそういう立場の方がいらっしゃいましたら、ぜひ考えていただけないでしょうか。ということでボランティア完結編にしたいと思います。この動画良いと思ったらチャンネル登録とグッドマークぜひよろしくお願いします。それではさようなら。